による人類支配は、ようやく実りあるものになってきた。その報告と欠員メンバー補充の件で総会を持ちたい。今月のシャドウの時間、シャドウの時刻、シャドウの本部でお会いしたい。超高速ガルビオンとは、悪空大作戦スラングルの後番組として、1984年に放送されたテレビアニメなのでおます。国際映画社制作のロボットアニメだけに、オープニング詐欺と呼ばれるほどの劣悪な作画で有名なロボットアニメだったのよ。その、通り。やはり、80年代のロボットアニメの特徴である、すんばらしいオープニングに、海外スタッフによるよもすえな作画、そして、ファンの脳裏に作品を刻みつけるべく番組の最後を締めくくる、ロボットアニメの宿命とも言うべき、阿鼻叫喚の打ち切り劇場がさえ渡る一品なのよ。そうなのよ。記憶正しいロボットアニメはこうじゃなくちゃいけないね。実際のところ、隠れファンも数多く、数少ない関連商品を日夜争奪しているのでありんすよ。信じる者は、バカを見る。ストーリーは大体こうよ。来たる近未来、地球人は、異星人メタルロードと接触。その際もたらされたオーバーテクノロジーにより急速な発展を遂げたのよ。ところがギッチョン、手に余る技術は第三次世界大戦を引き起こすきっかけとなり、異星人メタルロードは、偉い奴らと関係持っちまったぜ。あんたらとはもうやっとれませんわ。てな感じで、地球全体をシグマバリアーで覆い、外宇宙に出られないよう蓋をした上で、どこぞへ去っていったそうな。その後の地球は、シグマバリアーのせいで飛行機が飛べないもんで、代わって、地球全土を網羅した高速道路網と自動車社会が発達したというわけなのよ。何それ怖い。緑山財閥の霊場、霊緑山は、終身刑で服役中だったムートマヤを、恩赦を条件に、自身の施設チームである、サーカスのドライバーとナビゲーターとして採用したのよ。わけわかめ。ムートマヤは、サーカスの新鋭マシン、サーカスワン、ガルビオンの操縦者となり、保釈の条件となるポイントを稼ぐために運び屋家業に日夜勤しみ、いやさ、世界征服のために暗躍する秘密組織、シャドウと戦い続けたのでございやす。なんだかなぁ。なんというか、海外スタッフによる劣悪な作画は、当時としては話題の一つだったモンザイモン。キャラクターデザインを、当時、軽井沢シンドロームやわが名はウルフで人気だった、田上義久氏が担当したのはちょっとしたサプライズだったのだけどもね。田上義久氏のキャラクターを生かしきれなかったもんで、ファンのみならず、当人からもクレームが出たりしたもんよ。そうだっけ？しかーし、巧妙でテンポの良い演出が中盤以降は話題になり、途中参加したアニメあるの会などは、いやさ、アニメあるの会だけは作画レベルも向上したのよ。パないねー。ドラマパートでは、秘密組織シャドウの新鋭、ヘンリー・マクミランの陰謀劇も話題を呼び、ゼクターなど新しいロボットも増えて、ファンは毎週ワクワクしながらアニメを見ていたものなのさ。うっそくぜー。そんな矢先、メインスポンサーのタカトクトイスが倒産したのよ。こいつは倒産参ったね。思い返せば、マクロスの時はヒット商品を連発したものの、オーガス、モスピーダ、サスライガー、いただきマンなどなど、商品の売れ行きが悪い作品のオンパレード、じわりじわりと負債を増やし、とうとう限界に来ちまったのに違いないのよ。あいたたたー。人生、諦めが肝心ですね。なんやかんやで急遽打ち切りが決定し、動画作業が終了していた22話までで番組が終了しちまったのよ。参ったね。22話のラストでは、唐突に短いダイジェストが流れて終了したもんで、ファンはあんまりの出来事を、その際に受けた衝撃と共に記憶しているのでありんすよ。ありえねえ。いずれにしても、ガルビオンは、国際映画社としては最後のロボットアニメとなりましたん。打ち切りされなかった場合の展開予定は、当時のアニメ雑誌とかで公開されたんで知ってるやつも多かろう。ガルビオンも、OVA など何らかの展開が企画されつつあったものの、肝心の国際映画社も倒産しちまったもんで、どうにもこうにも、完全に命運が尽きちまったのですよ。残念無念冷やそうめん。そうかそうか、よかったね。キットの値段は700円。1984年に今井さんから発売されたキットだよん。ガルビオンのプラモデルは、今井、アリー、LS の3社から結構な量が発売されておりやした。一部が後に価格を変更して再販されたんで、今でもネットや中古市場で出回る一方、再販されなかった LS さんのプラモデルは、その希少性から間に合う以前のアイテムとなっているのでございやす。ほんとかよ。サーカス1、ガルビオンは、ムートマヤの二人が狩る、サーカスの主力マシンなんどすえ。スーパーカー形態から、いわゆるロボット形態である、ロードファイター形態に変形するマシンでして、当時のそれっぽいロボットの中では、かなり複雑な変形機構を実装したロボットだったりしたもんよ。ちなみに、固定武装は両肩のミサイルランチャーだけなのさ。序盤とかはガチンコでボコってるだけなんで、見るのが辛くなりますよ。その他、シャドウのロボットから武器を奪ったりとかしてたのですよ。ほんとだよ。その後、シャドウとの戦力差が開くにつれて、手持ち式のオプション兵装がやっとこさ追加されたりしたもんよ。嘘っぱちだー。きっとは、ロードファイター形態から、スーパーカー形態であるサーカス1に変形する仕様ではなく、中間形態のロードアタッカーに変形する仕様なのだよ。わけわかめ。ロードアタッカーは、
マクロスでいうところのガウォークみたいな立ち位置でして。ぶっちゃけ、三段変形を売りとするためのおまけみたいなものなのよん。一応、設定自体はあるのだけども、アニメ本編では登場しないよもすえなメカなのでございます。こんなの普通はありえなーい。残念ながら、今井さんの可変キットといっても、マクロスやモスピーダみたいな1500円の大箱入りのキットじゃないわけよね。この時期、ロボットアニメにかける情熱がトーンダウンしていたのは買ってる側にもわかるのですよ。とほほほほー。本来は、3形態に変形可能とすべく開発されたものの、そもそもかなり複雑な構造のロボットなんで、強度が不足したことから、完全変形は断念されちゃったのでございます。てなもんで、今井さんのキットにしては、かなりざっくりした仕様のキットだと言うべきなのよ、そうなのよ。ああ、こやこや。連続したモナカ構造のパーツ群に加え、関節どころか、パーツのプラが薄い部分もあるのよね。あえて例えるなら、当時の青島さんのキャラクターキットレベルなのだと言っておこう。これにより、キット全体の貧弱さを際立たせているのですのよ。まあ素敵。そんななんで、後はめ加工をしようにも、後はめする部位を強化してからじゃないと、とんでもない結果があなたを待っているのでござりまする。そうなのかー。ぶっちゃけ、ロードアタッカー形態なんていらんです。ロードファイター形態に限定しなくちゃ強度が確保できやせん。変形イコール、キット破壊という、当時のキットにありがちなパティーン。一部、ポリキャップさえも使ってない部位もあるんで、いっそのこと、最近のポリキャップや有用パーツを導入するのが吉。それでも、肘の二重関節化や、厄介な膝関節をなんとかしないと、とてもじゃないけど最近のガンプラレベルのポーズをつけるのは不可能ざんす。あるいは、固定ポーズが一番無難かもしんないねー。定番の回収としては、オープニングでもおなじみ、ミサイル発射シーンの再現は定番だったものなのさ。綿、針金、カットしたランナーやプラ板を加工し、ランチャーの開閉やミサイル発射シーンを再現する工作は、当時のマテリアルでも十分に可能だったものでござんすよ。はい。スパロボにデモでや評価が変わるかもしれないよ。次回のキットは、これだ。